アマーリエフォン、プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルトビッシュバイラーは、ザクセン王、フリードリヒアウグスト一世の日。ビッテルスバッハ家プファルツ家、ボーケープファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト家の講師、フリードリヒ・ミヒャイルと、同じく、プファルツ家ボーケープファルツズルツバッハ家出身の妻、マリア・フランチスカの長女として、マンハイムで生まれた。弟に、初代バイエルン王となった。 マクシミリアン一世ヨーゼフがいる。1769年1月29日、当時選定校であったフリードリヒ・アウグストと結婚した。なお、1774年にアマーリエの兄である、プファルツツバイブリュッケンカール三世、アウグスト・クリスティアンが、フリードリヒ・アウグストの妹、マリア・アマーリアと結婚している。アマーリエは4子を産んだが、うち3人は死産し、 一人娘のマリア・ウグスタのみが成人した。1828年、アマーリエは76歳で死去し、ドレスデンのホーフキルヒエに埋葬された。ありがとうございます。